グスティングラライグスティングラライは、バリ州、バドゥン県のインドネシア独立戦争の英雄、インドネシア共和国人民治安軍の将軍、バドゥン県チャナンサリ村に生まれる。グスティは、バリヒンドゥーにおいて、ウェシアのカーストに属することを意味する。ジャワ島東部のマランの高校に進学し、その後バリ島に戻りギャニャールの士官学校を優秀な成績で卒業した。そして、 インドネシアの独立宣言後に発足した共和国人民治安軍の本部のあるジョグジャカルタに入り派閥抗争のあった共和国人民治安軍を一つにするために尽力した。インドネシア独立戦争ではバリ島においてゲリラ戦術で8ヶ月間戦い抜いたが物資や武器を使い果たしたため上国警察司令官が率いて タバナン県のオランダ軍補充部隊の兵舎を襲撃して成功を収めた。しかし、その数日後に、ウングラライの率いる部隊は、オランダ軍と遭遇し、オランダトバドゥン県マルガの戦闘で、人民治安部隊を率い96名が、降伏勧告を拒否し壮絶に戦って玉砕した。この時、ウングラライが、オランダ軍に送った、返答文書の最後には、 マーディカ・アタウ町と書かれていた。この戦闘をププタン・マルガラナ事件という。この中には敗戦国として捕虜となりメングイ収容所に留置されていて脱走した12名の残留日本人も含まれていた。ングラライは同地のチャンディ・マルガラナボエンに玉砕した部隊兵士と共に埋葬されている。 んぐららいの肖像が描かれた5万ルピア紙幣、デンパサール国際空港の正式名称、んぐら、ライ国際空港としてその名前を残し、バドゥン県西北の生端地近くの村の空港からの、道路とサヌールからヌサドゥアへの道路の交わる交差点の真ん中に、んぐららいの像がある。また、新しく発行された青色の5万ルピア札に、彼の肖像が描かれている。ありがとうございます。